自力でのクライマックスシリーズ進出がついえてしまって、現時点では自力出場なくなった昨年のチャンピオンイーグルスが地元に戻って千葉ロッテマリーンズを迎えての16回戦。ここ2試合リリーフに回ってもう一度再起を図る則本と、そして前回の登板不甲斐ないピッチング、伊藤監督から翌日リリーフ登板の指令も受けた藤岡という両投手による滑り出し。どちらも初回はゼロで切り抜け2回に進みます。1回を3人で片付けた先発の則本、3試合ぶりの先発となりますが、2回もデスパイネ、サブローから三振を奪います。するとその則本に援護点、マリン戦5割を超えるハイアブレージの西田が2アウトからフォアボール、そしてスティールを決めます。則本の復活登板に先発マスクの小関、小関が地元仙台でホームゲームのファンの前で初めてタイム。1点をもらった則本、3回まで打者9人ピシャリと抑えます。そして2回り目に入っても好投を続けてゼロを並べていきます。するとその則本に対してまたまた追加点、西田が出てエンドランのサイン、ゴロを打つつもりでと言いながらも左中間を破った小関の当たり、これが2打席連続タイムリーとなって2対0、井口がリードを広げます。立ち上がりまっすぐが上ずっていた則本ですが、まっすぐの威力は抜群、まっすぐで早めに追い込んで最後は変化球というこの形で次々と三振の山を築いていきます。さらに則本を力つけたのは5回、うまく合わせたこの牧田のタイムリー、1打席目2打席目三振でチームに迷惑をかけたかなと言っていた牧田がチーム3点目をもたらせます。さらにマリンズキラー、今シーズン藤岡から2本のホームランを放っている西田がレフト線へ、5回に2点を加えて則本を力強く援護します。その則本は6回まで1人のランナーも出さず、7回先頭の鈴木大地も打ち取って2番の加藤翔平、則本の82球目をライト前へ運んで完全試合とはなりませんでした。しかしその後も則本は気持ちを切ることなく好投を続けます。そして迎えた9回、月間 MVP に輝いた6月21日のタイガース戦以来、そして勝利は29日のファイターズ戦以来、無四球完封でエース復活への狼煙を上げました。イーグルスがマリンズ相手に4対0、則本貴大が無四球完封勝利を挙げています。